レオニード・パステルナークが描いたライターズ・ブロックライターズ・ブロックとは主に執筆に関して作家が新しい作品を生み出す能力を失ったり創作上の低迷を経験したりする状態である新しい作品を書いたり作ったりする能力の喪失は対人関係の問題や執筆技術の欠如に由来するものではないこの状態は独自の発想を思いつくことが困難になるといった ものから長年にわたって作品を一つも生み出せないといったものまで多岐にわたる。ライターズブロックの状態であるかどうかは執筆せずに経過した時間だけで測られるわけではなく、目の前の仕事に取り組まずに経過した時間によって測られる。歴史を通じてライターズブロックの問題は文書によって立証されている。 ライターズブロックに苦しんだことのある専門家として、作家のカイ・スコット・フィッツ・ジェラルド、ジョゼフ・ミッチェル、漫画家のチャールズ・エム・シュルズ、作曲家のセルゲイ・ラフマニノフ、シンガー・ソングライターのアデルなどがいる。初期のロマン主義の作家たちは、この話題について十分に理解していなかった。彼らは、これ以上は作家に書いて欲しくないと望む勢力が、ライターズブロックの原因であると考えていた。 その後、フランスの象徴主義の時代には、メッセージを伝える言語を見つけられずに、キャリアの早い段階で筆を折った詩人たちの存在が認知されて、ライターズブロックへの理解が深まった。グレート、アメリカンノベルの時代には、作家の邪魔をして、彼らに精神的な不安定をもたらすものとして、ライターズブロックは広く認識されるようになった。 この話題に関する研究は1970年代後半から1980年代にかけて行われた。この時代の研究者たちはプロセス運動とポストプロセス運動から影響を受けていたことからとりわけ作家の執筆の過程に焦点を当てた。ライターズブロックは1947年オーストリアの精神分析家のエドムンド・バーグラーによって初めて説明された。 精神分析の評判がアメリカ合衆国で高まるにつれて、この言葉は広く知られていった。しかし、白芸を書いたハーマン・メルビルが、その数年後に小説の執筆をやめるなど、バーグラーがライターズブロックを取り上げる前に、この状態を経験している作家たちは存在していた。ありがとうございます。